ランブラス通りは、スペイン、バルセロナを代表するメインストリート。旧市街地に位置し、市の中心部から臨海地区まで続く長さ1 2トルの並木道である。バルセロナの繁華街に位置し、カタルーニャ広場からコロンブスの塔まで続いている。夜遅くまで多くの人通りでごった返し、花や鳥屋、大道芸人、カフェテリア、 レストランが並ぶ大通りである。ランブラス通りには様々な建造物が立ち並んでいる。世界的に有名なリセウ大劇場サン・ジュゼップ市場、レイヤール広場、そこに設けられたアーチやシュロの木を見ることができる。南の終端にはクリストファー・コロンブスの像がある。スペインの詩人フェデリコ・バルシア・ロルカは終わってほしくないと願う世界に一つだけの道と述べた。 ランブラは、カタルーニャ語及び、スペイン語で一時的な水路を意味し、アラビア語のロムラに由来する。ランブラス通りと複数型で呼ばれるのは、通りの各区域にそれぞれ異なる名前が付けられていることによる。また、ランブラス通りの延長で、海へ向かう木造の遊歩道にも、ランブラダ・マールという名前が付けられている。通りには、バルセロナ地下鉄、 L3000 の駅が3駅ある。ありがとうございます。